昭和郷は、羽西名郡坂木町大技上五名大技坂木の、千曲川に架かる、坂木町道0621号線の橋町466メートルのローゼ郷、桁橋、中島武設計の RC ローゼ田郡として、土木学会戦勝土木遺産に認定されている。江戸時代には、坂木中心部と上五名を結ぶ私はなく、1882年2月に、 船実装による橋長90メートルの船橋が架橋された。しかし、1885年6月30日に、洪水のため9割が流出し渡し船となったが、しばらく後に廃業された。その後上、古名相代によって、私が継承され、1886年から営業した。1888年8月15日に、 新越本線坂木駅が開業し、この私の重要性が増していった。このため、坂木町、村上村によって1927年2月に、佳橋の請願が行われ、県費の補助を受け7000円を費やして1928年6月3日に、幅3.6メートルの目標が開通した。1935年に、小さ型軍、 室賀村も加わり、1937年右岸側の流進部が中島武志設計の3景間の鉄筋コンクリートローゼ橋、左岸側が木橋の新橋となった。昭和今は1947年に剣道橋となり、中央区間も1952年11月10日に6景間の RC ローゼ橋として完成した。さらに左岸側が昭和橋として、 交換チレバー開けた橋として1964年9月25日に開通し、全景観が永久橋となった。しかし、元橋は有効福音が4.5メートルが狭く、自動車交通に支障をきたしたことから、上流側500メートルに、坂城大橋の建設が1974年から進められ1987年11月16日に開通した。これに伴い、 昭和橋は再び長道橋となった。2002年度に長野県内にある他の4橋と共に中島武設計の RC ローゼネタ軍として土木学会戦勝土木遺産に認定された。坂木町では2014年度から修繕を取り行っていたが、2020年11月1日から2021年3月31日まで車両全面通行止めが行われた。 ありがとうございます。